ここは、大工事ですね。大工事の、裏といいますか、小町一丁目の方から、眺めた大工事であります。こちらの方から入ります。この前が本堂ですね。そしてこれを、抜けますと鎌倉駅の方に行きます。ここに、綺麗な花が咲いてますね。ここは文字通り花が持てるんですからね。ああ、これなんだかね。ここも綺麗な花が咲いてるね。ここは全部ラフタがありますからね、非常に分かりやすいですね。これは大神楽となってね、大神楽か。そしてこれが如意盤祭りですね。これが本当に鮮やかですね。もうちょっと散りかけていますが、非常に如意盤土が今ねよく咲いてますよ、土が、ね。でこれが、泡盛マッサーと書いてあるね。泡盛マッサーか、ちょっと変わった、ね、これ面白いですね。泡盛マッサー、ここが花の道路になってますね。これは学会祭が今咲き始めてますね。これは白鳥花ですね。白い蝶の花。あ、小さな。小さな、このクローズアップして、これぐらいですかね。40歳ですね。これが表の出口ですね。これは、バラじゃないけど、なんか。そしてここに、赤もみじがね、もう、夕焼けですね、これね、夕焼けではない。そしてここだ、そしてこれ、こうやって出口ですね。逆に来るのもいいね、ここはね、ここで大体200メートル以上、ここはね、あの道がっつり続いています。これからは学会祭の季節ですね。これは黒姫って一緒だよね。あ、これもいいね。はい、こういう感じですね。あ、いいな。ここは本当にいつ来ても手入れをしっかりされてますからね。こういうのね、花の手入れが最もよく、届いているところですね。